なぎちゃん今日はですね、なぎちゃん今日はですね、大都市大阪に迷い込んだ路地中の賃貸テラスハウスのご紹介になります。ここはどこでしょうか？ここは大阪市東成区大井まざと2丁目です。ちょっと迷路感出てませんか？あの木どう思います？ね、あの何とかにあるんですか？ね、ちゃんと木避けて舗装されてるんですよ。はい、あ、こちらじゃないですか？はい、まあ普通か。綺麗ですね、外、外観も普通には見受けられますね。はい、で普通家って道に対してこう連投になってるけど、これはこうやから間口が広いよね。はい、そうですね。失礼します。よいしょ。なぎちゃん、はい、1階めちゃくちゃ狭いね。そうですね、キッチンのみです。ねえ、何畳あるんでしょう？ここは 5.5 畳です。 5.5 畳にキッチン置いちゃったから、もう実質 4.5 畳ぐらい？はい。物置も。クローゼットも。ただでさえ狭いのに物置も。そこ下、ちゃんと棒ついてるんですね。え？ああ。服かけれるように。はい。なるほど。工夫はされてる。これ、ここじゃないとあかんかったのかね。ね。ね。なるほど、なるほど。エアコン、暖気エアコンあり。そうです。はい、まあ、内容量は全然考えたらマシですよ。はい、で、洗面台は入れ替えてる。洗濯機は室内に置けます。はい、まあ、一応最低限のことはやりましたよということですかね。そうですね、まあ、ユニットバスに入れ替えてません。そうです、リフォームされてます。ここ、お家に行きましょうか。なぎちゃん、賃料は65,000円、敷金礼金ゼロ。まあ、ワンルームで家賃で住める戸建てシリーズ、ね。はい、多分これね、反対側がくっついてるね、おそらくこのタイプはね。なるほど、うん、あのこっち、そうです、多分ね、あそこは見なかったよね。見てきて、この後ろくっついてるか。今調査対策にしましたから。派遣、うん、見たら帰ってきてや。お、めちゃくちゃ狭いね、ダギちゃん。よいしょ。ここも当たるからね、これね。カチャンコン。まあ、一人で住むんで。そうですね。そんな当たることは。お友達来ても、まあ、ギリ食事ぐらいだったら一回でできるもんね。はい。うん、この洗面所を通って、はいはい、こっちまた上がっていくの斬新ですよね。そうですね。通路になってるの、ここが。友達と1階で、まあ、ちょっと軽く食事。いや、ちょっと友達来たら上で食うね、間違いなくね。友達呼ばないですね。ここに。友達呼ぼ。呼ばない。呼ぶ。呼ばない。彼氏できたら来るやん。呼ばんでも来ておるやん、彼氏って。呼ばない。ここは洋室9畳です。はい。はい、もう1階はだから、もう設備やね。そうですね、水回り設備の部屋と考えて、うん、はい、暮らすのは2階で暮らしましょうと。はい、エアコンも新しいですね、うん、くっついてました裏。え、そうなの？失礼しました。横もサイドも全く。横はくっついてます。ああ、くっついてるのか。なるほど、くっついてるみたい。何畳でしょうか、こちらの広さ。ここ9畳です。9畳ぐらい、うん、はい、うんうんうん、ここにも収納、1階にもあったけど上にもあるんですね、収納が。ちょっとあれやね、この辺中心にこうなっとるね。うんうんうん、わかります、言ってること。ここの針がね支えてるけど、多分端っこは下がっていってるんですよ。だから、まあまあこうなってるんですよね、床がね。そうです、はい、うん、あるあるです。それ言ってたら住めないんで、古いお家は。はい、うん、そこでビー玉転がしたらコロ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 
来るでしょうね。でそれ直そう思ったらもう大更新なんですよね。ここなんですかその扉。おっと、バルコニー。ナビちゃん見てください、アイオン運輸株式会社からが鏡もろてますよ鏡すぎです。またやってる。そこは一応バルコニーになるんですね。まあ、バルコニー付き言うてこれですよったらうわおーってなるやろね。ね、まあ洗濯機も置けるけど、洗濯機置けばここですよたらわおってなるやろね。でも1階にあったから大丈夫ですね。うん、そうですね。まあ、こういうあの一癖二癖あるのがこういう古いお家の魅力で、はい、あのよくねほぼ 100% ね音とかあのお隣さんどうなんでしょうか、やっぱ戸建てやからあんま聞こえないんですかって言われるんですよ。それ上も下も人住んでませんよ、うん、けどやっぱその防音とか振動とか言わはるんやったらそれは鉄筋コンクリートのマンションの方がいいです。絶対いいです。ここなんかも路地中やから。そうですね、うん、もうお隣さん家族みたいなもんですよっていうマインドがないとねちょっと辛いかな。言い忘れたことも悪かな、私大体いけてるかな。はい、あ、ペットここ OK です。あ、ペット OK。 あ、はい、ペットといいじゃないですか。うん、 OK OK。 はい、ということでここは東成区の今里2丁目にある 1K の6万5千円敷金礼金ゼロペット OK のリフォームされたお家でした。 1LDK ね、 1LDK です、うん、はい、お問い合わせお待ちしてます。さよなら。